ご乗車ありがとうございます。ゼロから始めるタクシードライバー生活、おはようございますということで、今日は出勤しているところです。はい、いつもの半田道路でございます。はい、というわけで、今日はですね、僕がですね、タクシードライバーになろうとなった時に、ちょっと気になってたことがあって、それは何かというと、タクシードライバーって一日どういう感じで仕事してるのかなっていうのが、やっぱり最初転職するとなった時に、やっぱり気にはなってたんですよね。なので、ちょっともしね、これからね、タクシードライバーに転職しようかなって思ってる方も見ていただいてるみたいなので、今日はちょっと、あくまでも僕のなんですけど、僕のタクシードライバーとしての一日をちょっとお話ししようかなと思って、朝から撮っております。ただいま時刻は7時20分、ということで、僕は結構遅めの、出勤だと思います。まあ、基本的にね、僕家が遠いので、まだあと多分ね、会社に着くまで1時間弱くらいかかるのでね、この時間出てるんですけども、まあ、会社に僕としては大体8時半までに着きたいなというような感覚で、出勤しております。はい、というわけで、この後またね、お話ししていければと思いますので、最後まで見てください。よろしくお願いいたします。はい、お疲れ様です。ということで、会社の方には到着いたしました。到着したのが8時半頃でした。で、服の方を着替えて、今車の方のアプリの端末とかの、セッティングをして、車の、まあ、本来でしたら洗車をするんですけども、洗車機能しておりまして、今日はホコリ取るだけにしておきました。はい、でその後ですね、事務所の方に行きまして、まず必ず飲酒の検査、ストアでブーフーって吹くやつですね、あちらの方にしまして、もちろんお酒飲んでませんので大丈夫ということで、いろいろ出庫の、手続きをしまして、今この車に乗り込んでいるという状況でございます。ということで、ただいまの時間は8時59分ということで、今日も9時出庫ということで行ってきます。はい、まず無事に出庫いたしまして、遅刻することなく出庫できましたということで、この後はですね、このルートを行きなさいという決められたルートで特にはないんで、自分の決めたルートで行けばいいんですけども、最近の僕のお気に入りのルート、朝一のね、お気に入りのルートなんですけども、これ中央大通りですね。今千日前通りをずっとまっすぐ行ったところ、京セラドームも越えまして、で中央大通りとのところ交差点を左に曲がりましたと。で中央大通りをこのまままっすぐ南下していきまして、途中あれはどこかな、なんていうとこやったかな、忘れしました。途中ね、左の方に曲がりまして、港通りの方に、まあ、U ターンするような感じでね、港通りの方に入りまして、港通りの方をまた、北上していくという形をまず朝一は取っております。これは最近の僕のお気に入りでね、この時間でここ通るとね、結構中距離というかある程度の距離乗ってくれるお客さんがね、アプリ鳴らしてくれたりとかね、あと手上げでもね、拾えたりするんです。っていうのが続いているので結構お気に入りです。はい、喋ってる間にディディがビビンとかってなってくれたら嬉しいんですけども、まだなりませんね。まあしゃあないです。はい、こんな感じで、まず朝一の出航しまして、あとはもう、休憩取りながらやっていくという感じですね。目標としてはだいたい休憩に関しては4時間ごとに30分を絶対取らないといけないと、いうことになっております。で4時間ごとに30分ということなんでね、例えば9時から、12時、9時から13時の 間に最低でも30分の休憩ですので、10分ずつ3回に分けて休憩してもいいですしっていうような形なんですよ。なのでもちろんね、3時間50分乗って、そこから30分休みっていうのがありなんですけども、それをするとね、3時間50分乗った時点でお客さんにご乗車いただくような形になって、アプリだとかなってね、そうなると4時間超えちゃうんでね、それはリスクがあるので、基本的には僕は2時間ごとに10分必ず休憩するようにしております。無理せんとね、しないといけないと思ってますので、
ど、無理してこうガン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 乗るのが一番ね、危ないので、僕は必ず2時間おきに10分は最低でも休憩取るように努力しております。はい、そんな感じなので今が9時13分ですので、最長でも11時にはね、1回目の休憩取ろうかと思っております。というわけで、まだなりませんねアプリねはい、今日も頑張ります。はい、お疲れ様です。予定通り今現在の時間11時2分ということで、予定通り1回目の休憩でございます。2時間乗りました。はい、で、今日は渋いですね今日は渋いですね。あかん日やね僕はね、こういうね、あかん日はあかん日でね、あるんですよ。やっぱり、あかん日はあるんです。いい日もありますし。でね、よく考えて、昨日ね、今日月曜日なんですけど、昨日むちゃくちゃね、良かったんですよ。昨日がね、3万5000円超えててね、その調子でいければなと思ったんですけどね、よく考えたら僕、月曜日苦手なんですよね。月曜日で良かった試しがない。まあまあ、そんなね、あかん日でも、無理は絶対しないように、とは思ってます。とはいえ、ね、頑張る時もあるんですけど、まあでも、なるべくね、あかん日は、もうね、もう、スパッとこう、次の日のために、余力を残すという意味でね、あかん日はあかん日でしゃあないと、いう感じで営業しております。逆にね、あかん、やばいやばいって焦ってね、なんとかしな、なんとかしなってなってるとね、良くないことがいっぱい起こりますんでね。はい。焦らないようにゆっくりとやっていきましょう。ということで、今から10分休憩します。はい。はい、お疲れ様です。お昼です。さっきの休憩からまだ2時間は経ってないですけども、流れを変えるためには早めに休憩をしております。で、僕はここでですね、ここで昼休憩をね、20分ぐらいでもご飯パパって食べて出る人もいるでしょうし、長く休憩する人もいるとは思うんですけども、僕は後者です。しっかりと、結構もうほんと1時間ぐらい休憩しちゃいます。無理をしないっていうのをとりあえず念頭に置いてますので、はい、体調優先ですね。はい、というわけで今から休憩いたします。はい、お疲れ様です。雨降ってます。はい、先ほどはお昼ご飯食べるときに、動画撮ってましたが、あれから結局今日はあかん日でしたねあかん日でしたけど、なんだかんだで2万円は超えていったので、まあまあよしとしましょう。で、ここでね、あと時間的にはまだ全然走れるんですけど、ちょっと今体力的にちょっと今日は疲れたなぁという感じなので、無理せず、今日は終わります。はい、というのも今時間的には19時、30分夜の7時半なんですけども、ちょっと疲れたなぁって思ってる時に、今のお客さんがね、降りたところを付近なんですけども、営業所のすぐそばなんです、これはもう神様がもう今日は終わりなさいって言ってるんだなというふうに解釈いたしまして、今日はこのまま営業所に戻ります。お疲れ様です。はい、お疲れ様でした。先ほど今日はこれで終わりますって言ってから5分経っておりません。はい、それだけ近かったんです。なのでもう今日は終わりです。結構これね、僕だけじゃなくて他の乗務員さんにも聞いてると、こういうことよくあるそうです。営業所の近くまで帰ってきたら、もう神様がこれで終われって言ってるんだっていう風にして終わるっていうパターン結構あるみたいですで、この後はですね、今日のこの、営業の、日報の方を出しに行くと。で、うちの会社はね、日報が自動日報になってますので、手書きではないので非常にありがたいです。楽です。SD カードをね、機械を挿すだけで日報がドンと出てきてくれますので、非常に便利です。で、その日報の方を整理しまして、で、売上金を納金すると。
で、その他何か伝えたいこととか、報告しないといけないことがあれば、その時に、報告をするというような形で、それで、あとは着替えて帰るというような感じですね。はい。今、実際に先ほどね、7時半頃に終わりまして、今が7時35分ぐらいということなので、今日はいつもよりもちょっと早めに終わってますけども、今日はちょっとやっぱりちょっと体力的に昨日ね、目いっぱい走っちゃいましてね、疲労が結構溜まっていたというのもあったり、今日の朝もちょっとね、動画の方に言いましたけども、あかん日やなと。あかん日は無理してもあかんのでっていうことを言ってたんですけども、それでちょっとまあ今日はもう早めに切り上げて、明日に備えようと思って、今日は早めに切り上げますと。タクシードライバーっていう職業についてみて思ったんですけど、こうやって自分で終わる時間を決めたりとかできるっていうのがこれめちゃくちゃいいですよね。もうちょっと頑張ろうと思ったら自分で頑張れますし、そこはね、いいとこだなと思いますね。はい。というような感じでした。僕がね、転職するときに、タクシードライバーってどんな感じで、一日やってるのかなっていうのは結構、やるまで結構わからないことだったので、転職前にそういうのを知れたらなと思ってたので、どうやらね、僕の動画をね、見てる方の中でタクシードライバーになろうと思ってる方がいらっしゃるらしいので、こういった動画もちょっとまた作っていこうかなと思っております。で、またリンクの方にね、Twitter とか Instagram とか書いてるんですけど、その中に LINE を付け加えました。このトンクンチャンネル専用の LINE っていう形つけておりますので、あとメールアドレスの方もね、メールでね、コンタクトできるようにいたしましたので、もしね、質問とか、もしそういう聞きたいこととか、もしありましたら、またそちらの方に連絡いただければと思います。もちろんコメント欄で、連絡いただけるのも全然構いません。で、コメント欄の方で、皆さんに見えるような形で質問をね、するのがちょっと、しにくいなっていうような質問でしたら、まあ、LINE とか、メールアドレスの方に送っていただければと思います。なるべく丁寧に、お答えしようと思っております。よろしくお願いいたします。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。この後ね、雨が降っておりますので、頑張ってバイクで帰ります。はい、ということで、お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。トンコでした。さよなら。